このままだと崖沿いを大回りすることになるな。向こう見てくる。近道が見つかるかもしれねえ。兄さん。ん？聞きたいことがあるんだ。芝の力を取り込んだ。ああ、ジロも納得してる。あなたって人は兄さんのことを思えば簡単に納得するものか。ジルは我慢してるんだ。彼女を泣かせたんだろう。ジルはいつも最後には兄さんの味方だ。だから僕が言う、何でも自分一人で背負い込むのは本当に悪い癖だ、クライブ。それでもこれが俺の出した答えだ。戦うために自分で選んだのだと言い切れるのか。ああ、ならいい。みんながいることを忘れないで。あっちの方から行けそうだぜ。なんだよ、変な顔して。なんでもない、気にするな。仲のいいことで。やっと黒の一帯を抜けたか。ここからはウォールード領だ。あたりに気をつけろ。ああ、分かってるさ。それより見ろ、物々しい城だぜ。何が出てきてもおかしくないか。縄文だ。警戒を怠るな。城下町か、けど人の気配がしねえ。
おとなしく眠るんだな。シアニオーク族、カンベルと同じだ。まったく手荒い歓迎だぜ。知らせに戻るか。いや、おじさんに任せる。この国の動きも追っているはずだ。俺たちはストーンヒル、オートにあるドレイクスパインを目指す。このまま進むとしよう。ま、この様子じゃオートどころか的になってそうだけどな。兄さん、兄さんたちは先に行って。あの砦は古い時代のものだ。調べてみる。アルテマの企みを暴くことができる最後の手がかりがあるかもしれない。分かった、気をつけろよ。後で追いつく。それじゃ。いいのかよ。ジョシュアなら大丈夫だ。心配ない。行こう。ジョシュアが向かったのは確かギャラルホルン砦だ。とすると、この先にエイストラって村があったはず。その村を目指そう。生き残りがいるかもしれない。なんだか薄気味悪いところだな。クライブ、早いところ抜けちまおう。
なんて高さだ。ああ、トルガル落ちんなよ。ここがエイストラか？なんかおかしいぜ。ああ、この感じは。くそ、ここも同じだ。アカシアになってやがる。やるしかないのか。行くぞ、ガブ。おう、分かったな。これじゃ生き残りは期待できないか。
切り抜けたからにしろ。だよ、でけえ声出して。おい、嘘だろ。や
夏目召喚時オーディンに。ストーンヒルへ向かうか。だが彼女に来臨された御方に今のままのお前をお見せすることはできん。今度は何をするつもりだ。グラズヘイム・ウォール。なあクライブ、このわけわかんねえ状況を説明してくれ。おい、どうしろってんだ。これじゃ先へ進めねえぞ。奴を撃つしかない。いいだろう、誘いに乗ってやる。待ってろ、バルナバス・ザルム。ちょっと待つんだ、落ち着けクライム。奴がどこに行ったかもわからねえ。とにかく手がかりがないか辺りを探してみよう。そうだな。やつの行き先が分かりゃいいが。何か物音が聞こえる。探ってみよう。おい、手がかりがまだだろ。ひとまず村の中を調べてみるとしようぜ。このままじゃ越えられそうにないな。今はバルナバスを追うことが先決だ。誰かいないか？
この辺りも誰もいないな。そうだな。他を探そう。もし、おっと、大丈夫、大丈夫。俺たちは正気だ。旅の方、どうも助かりました。ああ、エッダさんって言ったよな。ここで何が？先日このアルケンの空に変わってからのことです。村人たちが次第におかしくなっていきました。私だけを残して。私は隠れていました、ずっと。でも今度はお城の兵士がやってきて。その、何なのかな、アルケーの空ってのは。今のように薄暗く不吉な空模様のことです。
確か村の言い伝えでは世界の滅亡の前触れだと。滅亡か。他の村人たちは見当たらないが、行ってしまいました。東の遺跡、幻想の塔へ、まるで誘われるようにみんな行ってしまった。夫も。クライブ、どう思う？おそらく奴らの仕業だ。アカシア同様操られたんだろう。じゃあなんで彼女だけ無事だったんだ？お腹にいる赤ん坊のおかげかもしれない。その子がベアラーだとしたら。エーテルに耐性がある。村人の行動が原初の楔の影響なら時間がない。幻想の塔、バルナバスはそこに。思った通り、フェニックスゲートと似た作りだ。となればこの先には。まだ原型がある。アルテマ、イフリート、ガルーダ、ラム、シバ、タイタン、バハムート、オーディン、そして伝説のリヴァイアさん。なぜフェニックスがいない。もう行っちまうのか。お前はその人についててやってくれ。だけど俺は奴と決着をつける。もしもの時はジョシアと合流して船に戻るんだ。いいな。ああ、おい、バカな真似はするなよ。俺はシドの名前を継ぐつもりはないからな。
ああ、俺もこの名を捨てる気はないよ。